enter the mayhem. Kai Keese.さあ行きましょう。カッションアメントの決勝となります A 番内 1P 側がコンソメフォトメキンボブザトアインタイシング 2P 側がアゲロイエロー投げファースト画像ファーストファーストファーストソル。さあまず出てくるアインマン聞きません。さあここはソロワールドに引きずり込まれてしまうのかアインマン。ここはなんとか自分のフィールドで戦っていきたいところです。どうだ、ここだ、終わりか、出せろ、見切った、終わりか、前振りですね。ここはライアット発生前にしっかり通していく。グランドバイパーから前、はい、サーファイブリードからエース、はい、エースのスラスト安定コンボ、ダメージイエローロマンを使って飛ばして落として昇竜拳。もう一度イエローロマンから画面しグランドワイパーロマンキャンコパンにて足払いからガードしきっていく。マルピーにデンジャータイム。さあここは強気にボルガに切り替えていきましたが総裁をフォルトでキャンセル。2敗から打ち上がってあとはゆっくり死ぬのを待つだけでした。はい、この選手は相手はいこれデンジャータイムが終わらないままいったら次の試合の効果持ち越しだったら面白そうですよね。さすがにそれはいいか。 BBB から SKB 昇竜拳叩き押して足払いを差し込み出し投げ。今回投げ抜きがないのは本当に投げが強力です。さあ位置を浮かんで2ループですが2ループ目に対して2ループ目2段目に対してバースト追い上げてドマキャンでフォローして前へ入ったら逃げす振ってくる助けがヒット。強気に行くバースト入れ込んでギルハントライト運んでいく前へから逃げ逃げす画面端もうイエローロマンが強い。2敗2敗釣り上げてシェルを使うリスクシェルだっけ。さあ空中のラインあーダメだった。もう一瞬さあ爆発何が起こったかわからないガンフレームをぶっ潰してさあ削り値の気になるところあーと耐えられないです。殺しきってさあクソレース最初ラウンドいきます。ガードしても削れますからね。ここ見事噛み合わせていきました。ラスト先ほどから狙いついた入れ込み出しが全部通って画面はずい、持ち様チーム勝利となりまして、ですね B 番台で連戦となります。持ち様チームとケンコさん、シャリアさん、水木さんのチーム B 番台運営台前で試合の方お願いいたします。さあ流星ダブルキックかっこいい稲妻キックですね。炎をまとってるけど、はい、シャリアさんのチームとモッチーさんのチーム手を挙げてください。あ、じゃあじゃんけんお願いします。このまま連戦です。ダスト捕らえて離れてもう一回こんなどっか見たことある。あーと耐久釣りのクマケロ勝ったのはソル。チッうざってえ目になりやがって悪くねえがな。不女子関係のセリフです。うざってえ目になりやがって悪くねえがなってくーおえおえおえ非常にまずいことを言ってしまった気がする。今回追加されたクバケロがね、本当に対空今までの対空の感覚で出してしまって潰れてしまうんですよね。だから今空中ラッシュに対してのマイピー出したんですけども、まあ、一瞬止まった急降下あまりにも早いんでね。スライダー6回しか負けてないですね。エリス界みんなやばいっす。さあ出てくる2人目ボブザトー対ソル。さあ前回オガちゃんのエリアとんでもないことしておりましたがラスト2回では決めましたね。さあ投げて投げたまりがある
入線に来て、プリネス、ナイス、オパンが漏れて、ガンフレーム、ファムニール、ユリフレーム取って、これが強い、砕けろ砕けろ、レンザー、しかし、分子投げ、こういう戦い方がうまい、タイナルネーブル、まず分子は切るか、気合いでますね、カスピー、足早から、エスドリル、砕けろ、ヒット、画面端、入れ替わっている位置が、もう一度砕けて、ジャンディからしっかりコンボ決めて、DS カウンターヒットさえもらわなければといったところか。ローマキャンから投げ漏れを狙っていきますが、ここはしっかりガードを仕切っています。影玉がありますが消えている。パスケから砕けろ、めくりを投げる、あーもう一度砕けろ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 、一本選手だがソルパシャン、さあもう一度エスサイスラー投げていく、ジャンエスからジャンケー、さあここは攻めていく、もう一度砕けろ、2段目ガード空中で地上で打ってしまったのでね、ライオンのサップになりましたが、さあ流れが変わってしまうのか。分身もおかしいんですが、ピュッてる K から砕けるが出なかっただけかな。回る3度目直下してきているところ投げている、昇竜連打したらやってねえと通常投げ漏れて、画面中央 K からデッタングル、マルクが逃げる、砕けてどうなる、2敗差がプレッシャーをかけていくのソル、前入ってリレーカのファイナルレイル、勝ったのはクソル。前入ったらすげえディレイ効くんでまさかと思いましたが、暴れつぶしとはがファイナルレイルでしたね。え、最初のマイハイは何？あ、あれもタイランのミスなんだ。あ、フォローのタイランね、なるほどね。タイランミス、マイハイ、フォローのタイラン、なるほどね。Guilty Gear。 まあ、割とノーリスクですからね。さあ、どうって出てくるコンソメトショビン、これちょっとまずい状況で出てきてしまいました。もし、クソルを倒しましても2人医者が控えております。投げファースト、ガゾファースト、かなり辛い試合となりますが、まずは先方倒しておきたい。これ、マイピーでも、こちらからやった感じで全然落ちたかったんですが、ヒートで無理やり使おうかなとか、それすらも難しいので、かなりめんどくさい感じとなっておりますが、どう返していくか、2敗すら。さあ、こっち投げ。タイランを放し、距離が離れる。うまい、ハンブレからのヘルファイアになっておりませんが、かなり減りますよこれ。さあ橋本ですね、2P からハンブレ、イエローロマンからの下段オフね、エンフィスがメガフィスト、ハハハ。さあ 2P からハンブレバスター、今回発生が早い、起き攻めはジャンエス、もう一度もう一度決めました、画面端ジャンケンから 2K、 さあ完全に読んでいる、手のひら置き攻めは外観吹っ飛ばして、さあどうなる、決めました前回の宝刀ブリンガーバイパー、やばいっす。さあもう一度普通に投げて勝ったのは東京賞金、前の2試合は何だったのかというぐらいあっさり終わってしまいました。さあ出てくるファースト2連戦、圧倒的な力の前にひれ伏すこともある、だが信念はその全てをも凌駕するのだ。ゲームオーバー。 Guilty Gear。 Who dares to enter the main? Pachomjo Mouse。さあ行きましょう、ポチョムキン対ファースト、かなりきつい2連戦となります。さあ回復、スライフヘッドがヒットしましたが、バーストを使って離したのに近づかなきゃいけない、しかしファーストが始まっておりまして、画面端をゲット、強引の画面端を投げて
めった切りからここはガイガン出していく、仕切り直してエンデスロマンキャンセルからの、レデューのスキーヒットボール投げキャンセルのヘッダーチャンハイまで、うわーホルが近づかきつい、これはホルが誘ってコンセント投げ回すと、さあマイケルからメガフィストガードゴーハンデピーエングス、さあパソコンかわいい子になりましたが足をガード追いかけるニエスから今回引き寄せない1回タチクローバックスを捉えてエクセンドまでエンゲスも投げガンハイエンゲス押し返していくファースト、ビバンが勝ったのはどちら様、あ、アジェスケさんのチームアジェスケさんのチームは A 番台で敗者復活決定戦を行いますんでね、帰らずにお願いいたします。あ、敗者復活決定戦じゃねえ、三決だ、3位決定戦です。あ、3位決定戦、3位、あ、そこ3決だったのか、あ、まあいいな、あ、復活戦にしてもらいましょう。さあ、めった切りを通して決勝進出を決めた投げファーストチーム、はい、では A 番台の方で敗者復活決定戦 FAB パジャムキンチーム対、今勝ちましたアゼツケさんのチーム A 番台で敗者復活トーナメントの決勝です。やってないのそこ、あ、そっかそっか、ごめん、嘘です、ムースケさん、トムさん、シミさんのチームと FAB さんのチームが先ですね、ごめんなさい。となるとやっぱモッチーさんのチーム3決で終わってたんですね、ごめんなさい。というわけでアゼスケさんのチームもないないないです、ごめんなさい。アゼスケさんのチームは今の試合が3位決定戦だったらしくてラストです、ごめんなさい。そうですね、もう1試合やるとするんであれば、まあ福島に呼ばれるのでやってもいいか、あ、じゃあやっちゃってもいいや。じゃあちょっとこちらのミスなので敗者復活とします。